今日も持ってきてるんですか、インスタさん。あ、持ってきてます。256のメモリーカードも。すごい。持ってきてるんで。なんで、最後にお渡しすることができるっていう感じ。ああ、そっか。そういう意味。もしコスタンと別れたらデータ、もしあれならもらいたい。ああ、全然いけます。はい、大丈夫。こんにちは。こんにちは。あれちょっと根っこ山を見てみようかなと思ったんです。あ、そうなんですか。時間的にまだ余裕があるから先にちょっと。ああ、じゃあ行きます、行きます。いいですか、うん、コスさん。はい、ハッピーバレンタインデー。ハッピーコスさん。はい、どっから山入ってます？スタートは小坊山なんですよ。あ、今日ですか？はい。あ、そうですか。ゴールなんで日和田山。はんはん。から登ってきました。ですよね、はい、やっぱりな。午前0時、高房山、工房山の方にね来ております。冬山様はね、駒井駅から日和田山を登って、こっちの方に来るということなので、どっかで見つけれればなとか会えればなみたいな感じでね、登っていこうと思います。山地なのでちょっと休憩します。今日は唐揚げ持ってきてます。うまい。冬山様は何時に出てくるんだろうな。小野見山375到着です。舗装路に出てきてます。今駒駅の方に向かってます。日和田山山頂到着でございます。いやーすごい。ふん山様にねちょっとねメッセージはしたんだけど既読にならない。もう参考とっくに始めちゃってるかな。もうちょっとね進んでもう一度見てみたいと思います。今電波をつけましたら、ふん山様から
メッセージが来てました。お恥ずかしいことながら起きれなかったとということでね、まあでも電車で11時半にね到着するように行きますということでね、はい、メッセージ来ました。ということはあとは私がね急いで行かないといけない感じですね。はい、頑張ります。はい、花曲がり山山頂 447.3m 葛城観音でございます。すいません、いえちょっと連絡来ないんで、日和田山でゆっくりしてたら、あ、そうなんですか、やばいってなって、あ、自分が、はい、じゃあ僕もはじゃあお供させてもらって、あフレッシュですよ、足がまだお疲れ様です。疲れてないですよねいやいやいや、こんなんなんですけど、これはもしや、はい、バレンタインということですか。いただきました、ありがとうございます一応僕もバレンタインということで、あ、すいませんいただきました、うん、ありがとうございます。フル尺の、これもしよろしければ僕のもあるんで、あ、いいんですかすいません、ありがとうございます。僕 楽してるんで全然すいません、こういうの全く飲まないんで。そうなんですか、はい、お嫌いだったらもしかしたら。違うんですよ、お金かけてないんですよ水道水でなんとかするみたいなプロテインは食べてるんですね。プロテインだけふるさと納税で来るんであ、そうだ、さっきあげたあのチョコありましたよね、はいはい、あれ SD カードあん中に一緒に入ってたんで、はいはい、はいはい、すいません、はい、それ言わなきゃ今日のってどうしますエンドレス行きます、よろしくお願いします。おー、神の座山、おー、ここが何もないですけど岩崎山で、へえ、これ左なんですけど、ほんのちょっと寄り道していいですか。はい、弓立山で矢を行って、うーん、ここが落ちた山だから矢崎山となる。小川町の青山城云々っていうのも書いたんだ、なんか関係してんだな。そろそろ下りたいと思います。モヒートレモン無理地では決してないんで、いや全然僕も暇なんで行くのは、あ、ならぜひ物見山とか行きます。物見山ああ、物見山ですか、岩戸の観音の、はい、物見山、いや行ってもいいですけどね、だって、あ、そっか、通るもんな、通るんです行きますか。立派な駐車場だ。今日は こっち側に行くってことですか。これを行って帰って、で、物見山行って帰ってくる。あー、なるほど。映りますか
込み。反対さん分かりやすい。あっちが白根ですね。ああ赤城。赤城山笠山道平、手前が弓立山か。はい、これ三角点。もう出ちゃった。半分もう限界半分だ。カレーついてくる。これ何盛りですか？普通盛り、はい、限界です。これで終了。花粉がやばいかもしれない。極力ないと。あ半分ですか？それ結構多い。半分です。うん、あまだ可能性ありますね。いや、もういいです。どうですか？ごちそうさまです。コスさん 3.5? 3.5 ですね。私は 2.5 です。じゃあお手数をかけますが、すいません、高坂駅まで。はい、はい、大丈夫。いやお酒もあります。あ、いや近いね、やっぱ高坂は。ありがとうございました。よいしょ。生姜を入れてないということなんで。うん、じゃあありがとうございました。あ、お腹はすごいですね。楽しかったです。ありがとうございました。それじゃあ失礼します。ありがとうございます。